茨城県と独立行政法人高齢障害求職者雇用支援機構との合同開催によります平成27年度障害者雇用優良事業賞および優秀勤労障害者表彰式にご出席をいただきまして誠にありがとうございます。あなたは障害者の雇用機会の増大に尽力し、積極的に雇用の促進に取り組まれた功績は誠に顕著であります。よってここに表彰します。今後のますますの飛躍をご記念申し上げまして、お祝いの言葉とさせていただきます。障害者の雇用に関する社会的責任を深く認識され、障害者雇用に積極的に努められました。よってここに表彰します。これからも障害のある方々の人材活用を積極的に進めていただき、障害者雇用について模範的取り組みを続けていただきますようお願い申し上げます。仕事を通して社会貢献をしていく、そういうことを通してまたどんどん生き生きしていく姿を見ると、また、そこに伴っている、一緒に働く従業員、また社員もですね、本当こう明るくなっていく、こう会社全体が良くなってきたかなって思うんですね。弊社では障害者の雇用を開始し、今年で4年目を迎え、彼らから我々健常者が多くのことを学びました。本当に働く仲間ということで浸透してきました。彼女たち彼らがいないとやっぱり笑顔が少ないかなって思いますんで、これからもまた新しい人たちが入ってきますので、先輩としての障害者の方を育てていこうと思ってます。嬉しいです。でもやってる全然そういった障害者とかそういった感覚はなくて、本当に普通に同じように仕事をできている職場だと思いますので、今後とも健常者障害者協力して社員の発展に進めてまいりたいと思います。どんどん雇用を促進するによって皆様がさまざまな障害を理解して一緒になって働くこと、それから気持ち自体が穏やかになって働くこと自体を理解し進めていってございます。障害者の雇用を進めるにあたって、不安に感じていらっしゃる事業所さん担当者の方って多くいらっしゃいますので、こういった事例があって障害も障害者があるなしに関係なくですね、職場環境を整えていく、誰もが働きやすい職場環境づくりっていう取り組んでいる事例がありますので、参考にしていただいて、より多くの事業所が障害者雇用が進んでいただければと思います。